あ、村長、久しぶり。難波さん探してるんですよ。懐かしい感じですね、本当に。でも悪くない家なんだよね。寒さもしのげそうだし、雨風しのげるし。まあちょっとでも布団がない。何なのこの なかなか強烈。 あんまり触りたくないけど 正直 あ、パソコン？でも電源入ってないよな、絶対。え、電源、電気もう起動できないでしょ。だってここ、USB ケーブル挿せるとこないでしょ。開くんかい。裏切りもんって。あ、弟さんが書いてた記事。なんで偽札って分かったんだろうな。50年も前なんだ。え、議員にも流れてたんだ。え、もしかしてその議員と合わせるとかじゃないよね。その萩窪さんと合わせてくれるとかじゃないよね、ソンヒさん。まさかな。手がかりがないな。どこにいるんだろう、難波さん。待ち合わせの時間2時だったなと。そう、俺もそう思ったのよ。萩窪だか荻窪だか分かんないけど。でもそんなフィクサーみたいな人が会ってくれるんかな。てか、その人と合わせて何を合わせようとしてるけど。まあ今、春日さんヤクザじゃないからな。いや、多分足立さんの格好もアウトだね。だよな。
そのフィクサーと会えんのかな、荻窪さんと。本当にここだよな。誰もいねえじゃねえか。そんなビビった声出さないで。怖いの？元刑事でしょ。直近は何年も教習所員だった。うん。足立さんは怖いんだよ。高級店ってのが苦手なんだろう。まあ定食屋が専門なんだな。何よ。でもちょっとわかる気がする。時間通りのご到着ですね。でも皆さんはもうお待ち。皆さん？別に遅刻じゃねえ。謝る気はねえよ。もちろん私に謝罪など結構です。とはいえあの方たちをお待ちしていることはお伝えしておく。あの方たちって。あの方たち誰なんだ。誰誰誰。どうぞこちらへ。全く心当たりないぞ。今ここに危険がないことは、うん、この反順次が保証します。まあさっき俺らに銃を向けて確かに言われても信じらん。誰どっかの、ここは肉の壁の外です。あ、近江連合とか連れてきた、もしかして。お分かりで。あの方たちって複数にいるってことだよな。孫氏の声ね。だな。まさかおやすさんとかがいるわけないだろうしな。誰？登場会の生き残りとかじゃないもんね。誰だ？え？いや。春日くん、元気？おお、それぞれのトップじゃん。星田龍平さんもいたよね、今清流会の。うわ、全部のトップ、偉人さんのそれぞれの頂点。あのおじいちゃん、誰だろう。変わらん、やつは星野龍平、清流会の。あ、星野だ。ということは、うん、じゃあこの3人は。すごいな。偉人さん、うん、そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだ。カズマよ、どういう状況。本当にどういう状況だ。何が始まんの一体。会合？8章。え、なんて読むの、裏側。いや、漂白かな。構想中じゃなかったんだ。うん。ああ、そのはずだ。どうなってるの。おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないですか。俺たち三人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが肉の壁の均衡を保つため情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか。うちの清流会は若い者を二人蜂の巣にすった。そして半品龍門は庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められない。先に引いた方のメンツが潰れる。まあそうだよね。何の理由もなくここは収められる。そういうこと。うちだって同じ。なるほどね。じゃあここで何やってんだ。トランプでもやって、この構想の勝ち負け決めた。いや、今そういうジョークいらないから。その相手、いいね。ちょっといつもギャグ飛ばすからな。あんたらがここでこんな狙いごっこしてるって、下々の連中は知ってんのか。知らねえだろ、あんたらそれで平気なのかよ。結構そうなんだよね。結構言わなくていいこと言っちゃうからね。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。
でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ、うん、俺としては返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか。そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれないのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ、うん、日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。うん、分かるか。今さらここで戦後の話かよ。あれ何か。ああそうだ、戦後の話だよ。この町の構造が生まれたんだな。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代清流会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたといえる。その頃わずかに離れた横浜中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は後に反流マンとなる中国人たちだった。その勝った方はどうなったの。反貧流マンは生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた、うん、だが流れ着いてきたよそ者を清流会も黙って受け入れるはずもない、うん、反貧流マンと清流会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか。退屈ですか。歴史を知らずにこれを知る。お前の持っていた偽札だ。清流会はそいつを承知だったんですか。コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。じゃあ清流会が全部裏で糸引いてたってことですか。どういう意味だ。中国圏の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地は反貧流マン、うん、でもそれを全て手に入れてるのが清流会。あんたら全員グルだったのか。春日君、結論急ぎすぎ。落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだよ。そもそも清流会の人間に間違われて拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、ナンバの賢者殺されかけて、あげくいきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ、うん、落ち着けられんか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。いやそういうわけでもないんじゃない。演の最終的な行き先は俺のところじゃね。うん、あ、やっぱさっきのか。おきくぼ豊か、さっき歩きしてみましたよ、ね、民事党の重鎮ってやつ。でも偽札ってわかるんじゃないの。それっておきくぼを支えてるってことか。紙幣番号とかあるでしょ。それがこの地の歴史だからな。え、もう60年も前になる。偉人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代と反貧流マンのボスへ話を持ちかけてきた。でもまあ分かんないか番号。偽札作り、清流会と反貧流マン、何のために。当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと偉人町を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人町へ流れ着いた反貧流マンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして
自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン・リューマン、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が。そうだ。その施策が偉人町の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったかな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会やハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪買収されたな。そして荻窪は警察に偉人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出した。治安の強化やない、いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き、騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は偉人町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか？ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた、その上でハンピン・リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。荻窪から授かった恩恵を理解できたか？確かに分かりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派と呼ばれた組織。ああ、ジンゴン派。あ、そうなの？例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者。あ、マジで？ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに偉人町へ流れ着いた。はあ、そうなんだ。母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって偉人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない、同胞の数が増えるため、ハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったんです。ある日我々は荻窪豊から
偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬよう、その監視も我々が命じられた。それが偉人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、ハンピン・リューマンと共に小美汁の偉人町の一角を担うな。そして偉人さんが完成したってこと。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は偉人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど、そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと結果がどうあれやり方が間違っていると言いたいかな。いやでもうまいことやってるような気がしますけどね。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。名と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。そりゃその今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が偉人町の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは、そうなんだよね。別に過去のその成り立ちは聞いてないんだけど要は何だ。今起ころうとしてる戦争を止めたいってことだもんね。春日君のお友達難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルをかき回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや。難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけ。だが俺はこの偽札を、お前に持たせた人物に心当たり。誰？ああ？なんだと。その人物に免じて、お前には目をつむろう。誰？めちゃくちゃ気になる。誰だ？この偽札を俺に。どうしても教えてほしい。なんでもったいぶんなよ。お前ら自身の手で。これは絶対聞きたいよ。でも。ことしたら、そうかい。カズガ、だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りたいことなんて何もない。いやでも知りたいけどね。正直知りたいけど。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば、肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな。あんたらは。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは登場会の近江連合もそうなんだよ。だからなくなっちゃったら入ってきちゃうってことだよね。このグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの。ああ。カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそオウミのとどめを刺されずに済んだ。なるほど。いやでも殺すつもりだったらもう俺にはこの町に借りが死んでるからね。あんまり人元みたいな顔してるからさ、意地悪やってみたくなっただけ。くそ。でも
やっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言う。何です？難波にはすでに資格を放ってある。何だって？資格って誰だ？はい、うちが引き受けました。ハンピン竜馬が。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようにしたいよ。要は死ぬってことだよね。止めさせろ。そりゃ無理。俺偉人さんのために始末する方に。まあまあそうだろうね。どうぞ。放っておいたら南波は死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前が南波を捕めろ。ハンピンリューマンよりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついている。え？この先はお前次第だ、カサ一部。とにかくまずナンバーを近くから救うのが先ってことか。